許してやってください。愛国心に燃えてるからなんです。ドリスにジェニー、君たちのお父さんが主義のために戦うのは立派だと思う。あ、誰ももうキノコを食べないんなら僕がもらってもいいですか。いや、いいんです。二人とも正直だから本当のことを言ったんでしょう。ドリスもジェニーも愛国心が強いんだな。きっと君たちのお父さんは立派に戦ってるよ。あ、そのキノコをあと誰も食べないんだったら少しもらってもいいですか。いさせてやってください。愛国心から言っただけだ。ドリス、ジェニー、信念のために戦っている君たちのお父さんは立派だよ。誰もそのキノコを食べないならもらってもいいかな。